今日は家飲みのコーナーです。コーナーですじゃないですけど、さあということで今日はですね、こちらの世界の山ちゃんさんの幻の手羽先を一人で食べたいと思います。さあこんばんは、江戸はるみです。ということでもう今日もですね、ちょっとお家で家飲みという感じで、これノンアルコールビールですけども、まあね、あの前回の動画でも言ったかと思うんですけど、私ね鶏肉大好きなんですよ。もう毎日鶏肉でもいいぐらい大好きなんですね。でここの、世界の山ちゃんさんの手羽先も大好きで、ちょっとこの箱買いをしてですね、お家で食べるっていうことをよくやります。まあたまに中のお店でちょっとねつまむこともあるんですけど、大体がこのお土産で、皆さんご存知だと思いますけど、ちょっとねこういうふうに見ていただきましょう。ねえ、黄金に輝く手羽先でございますよ。これね、何が美味しいって、もうこの世界の山ちゃんさんのこのちょっとこう胡椒が効いた感じの、まあ、ピリ辛っていうか、まあ、辛くはないんですけども、ちょっとパンチがほんわか効いたね、もう絶妙なこのスパイスなんですよね。だからお家でこの味を出そうと思ってもね、なかなか出せないんですよ。まあさすが世界の山ちゃんさんって感じでございますね。ということで早速いただきたいと思います。いただきます。なんかこれ食べ方がねあるらしいんですけど、ちょっと、まあ、こういうふうに、そうなんか食べ方がね載ってましたけど、ちょっとまずこう食べちゃいますね。あのやっぱりね、こう食べるときにこうお肉のこの何でしょう、食感というか、もぐもぐもぐと同時にですね、この口の周りにこのスパイスがねふわっとつくんですよね。でそのこの胡椒といろんなこのスパイスの香りを唇で楽しみながら中で肉を噛むというね、この麗しの二重奏みたいな感じですね。わかります、この食レポ。このねスパイスの香り、これがたまらないですね。でこの骨の間に入り組んだお肉がなかなかこう取れないじゃないですか。これがまたいいんですよね。なんか宝探しみたいで、ここにもあるぞみたいな、骨の間にね、私ね鶏肉大好きだって言ってますけど、鶏のね部位のやっぱり一番好きなのはね、ももなんですよ。鶏のもも肉、やっぱりこれ、まあ、ちょっとね脂分もありますけども、やっぱり柔らかくて美味しい。でもたまにこの手羽先もね捨てがたいんですよね、この骨と骨の間ね。このしゃぶる、かじい取るっていうね、このなんとも言えない、もうないかなみたいな。私これね、もういくつ食べれるのかな、多分めちゃくちゃ食べれますね。そもそも私、まあ自分で言ったら変なんですけど、まあどっちかっていうと綺麗に結構食べる方なんですよ。どういうことかっていうと、例えばスイカね、こうなるじゃないですか、大抵切るとね、こうでこう食べてきますよね。で赤い部分なくなって、この皮の部分大体まあ白緑みたいなの残るじゃないですか。でほんわかその上にね赤い身が少し残ってると、お腹いっぱいだって、これ皆さん残すと思うんですよ。つまり緑、薄緑で赤、これで残ると思うんですね、皮としては。でもね私ね、このね赤い部分をねスプーンでね
そぎ取るんですよ。大好きなんですスイカも。でそのスイカの汁も全部こうそいで食べるんで、綺麗にごちそうさまって言った時に、いやメロンだったぐらいのね、もう赤いとこが全くなくなるぐらいこうそぎ落として食べるというね、それぐらいスイカ好きなんですよ。でなぜスイカの話したかっていうと、まあ、この鶏もですね、まあ、いろんなこの骨の間にねお肉が隠れてるじゃないですか、かくれんぼ。でそれをやっぱりねこう残さないぞみたいな、ここにいたじゃんみたいな、間と間に見つけたぞみたいな、それぐらいこうそぎ落として食べるっていうか、まあ綺麗に食べたいっていうね、うん、残さずいただくっていう、もう昭和の価値観っていう、はい、うん、うん、あ美味しい。やっぱスパイスが、でまだこのね手につくスパイスをねこうね、うんうんとね、うんうんと美味しいですね。でこのスパイスの香りでこのおビールをノンアルコールですけどいただくという、これまあ今あんまりお酒飲む方ねだいぶ減ってると思いますけど、私も全然強くないんですよ実はお酒で。もう飲んでもビール、まあ、ほとんど今ビール飲まないです。もうノンアルコールビールでも十分なんで、まああとカシスオレンジとか昔ねカルアミルクとか、あとこのグラスのね周りにあのお塩つけてソルティードッグとかね、私の世代の人たちみんなわかると思うんですけど、大学入って、まあ、20歳過ぎてお酒飲めるようになるとだいたいカルアミルクかカシスオレンジですね頼んでたの。だビールなんかその頃ノンアルコールビールなんてないですから、まあ、最初乾杯とかでね、まあ、乾杯って言ったけど一口二口飲んだらもういいやっていう。でも大人になるとですねこのビール、まあ、ノンアルコールビールですけど美味しいですよね。もうほぼビールじゃないかぐらいのすごい開発力じゃないですか、技術のね。ノンアルコールビールにしてもこのやっぱりこういった手羽先とか餃子とかね、こうやっぱりお酒って何ですかね、大人にならないとこの美味しさってわからないですよね。で大人にならないとわからない美味しさって、みょうがもね、ああいう薬味系、これもねやっぱ子供の時ってわからないんですけど大人になるとわかりますよね。あのうな重で振る山椒とかね、何ですかね大人になってこのわかるこの美味しさって不思議ですよね。いや大人になるのも悪くないなって思いますよね、本当そういうのがわかると。うん、美味しい。何年か前にね、まあもう7、8年前ぐらいですかね、名古屋で、これ世界の山ちゃんだってこれ名古屋ね、手羽先って名古屋のもう名物ですから、名古屋で吉本で営業お仕事があった時に、その出てる方たちでみんなで行ったんですよ、名古屋の駅前のこの山ちゃんのお店にね。それはそれでね楽しかった、美味しかったです。どういうことかっていうと、もうこんな大きなお皿にね、もう手羽先じゃあ何人前とか頼むわけですよ、多分10人前ぐらい頼んだんじゃないですかね。もうお肉ばっかりね、もうこれがお値がついてます。これが山のようにきれいに並べてね、こうとぐろ巻いてるじゃないですけど、こうきれいにねお皿の大皿の上に、それでみんなでね乾杯っつって、でお酒、私はノンアルコールビールですけど、乾杯しながらこれをみんなでねワイワイ、あそこのとここうだったねとか、あそうでしたねとか言いながらこれをねこうやって食べるっていう、これがまた楽しいし美味しいんですよね。やっぱみんなで食事するっていいですよね。まあ今こういう時代になっちゃって、それもなかなか難しくなって、なんかこれからですかね、ソーシャルディスタンスってこう距離離して乾杯っつって食べることになると思うんですけど、やっ
ぱりね、一緒に食事するっていいもんですよね。あと飲みに行く、なんですかね、その食事とか飲みに行くことで、まあその少しこう殻が取れるというか、心を開いてこう仲良くなれるっていうかね。おいしい。やっぱりどこの世界でもやっぱり食事会とか会食があるってことは、やっぱりその食べる、一緒に食べるってことは、やっぱり人間仲良くなるってことなんでしょうね、きっとね。うん、おいしい。そうそうそう、いただきますっていう言葉って日本にしかないみたいですね。いや、そんなことありませんよって、ご存知の方のコメントにね、書いていただいていいんですけども、私が調べた限りでは、そのいただきますと、それからごちそうさまでした、これはもう日本ならではというか、独特というか、そういう挨拶みたいなんですよね。でまずいただきますって、その命をいただきますなんですよね。いや、また深い話というか、まあそんな話になっちゃうんですけど、この例えば鳥さんだってね、別に食べられるために生まれてきたわけじゃないと思うんですけど、でもそうやって、まあ食物連鎖というか、その命をいただきながら、私たちの命をこう生きながらさせていただくというね、だからその命をいただきますと、このなんて言うんでしょう、その他者へのこの畏敬の念というか、いただきますっていう、これを言うと言わないと全然違いますよね。 OK! あはーって食べ始めると、いただきますって言ってね、食べ始めるのやっぱ違いますよね。なんか素晴らしい文化だと思いますね。あと、ごちそうさまでした、これはなんかちょっと調べたところによると、その昔の偉い方、そのごちそう、もう本当に食事をね、もう振る舞うためにもう駆け回ったと、いい食材をこう求めて、ごちそうね、ごちそう駆け回ってね、探し回るっていう、それでもう本当にありがとうございました、ごちそうさまでしたっていうね。だからそういう、やっぱりなんかこう最初と最後でちゃんとこうお礼と挨拶を言うっていいですよね。なんか本当敬意というか、いただきました、ありがとうございますっていう、はあ、結構いただきました、まあ、5本ぐらいね食べたんですけど、まあ、残りはまたいただくということにいたします。まあ、こんな感じで今日はですね、ちょっと緩やかな感じで、世界の山ちゃんさんの手羽先をいただきながら、ノンアルコールビールを飲みつつ、皆さんとちょっと緩やかに談義をするというか、お話、おしゃべりを楽しんだという回でございました。いかがでしたでしょうか。よろしければチャンネル登録、そしてグーボタンをお願いいたします。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。